皆さんこんにちは。2016年社会保険労務士直前のでですね、川島道場を宣伝させてください。なんか急にあの宣伝書がちょっと強くなってしまいましたけども、はい。えー、私あの川島と申します。よろしくお願いいたします。えー、私がですね、社労士試験直前期に担当いたします道場につきまして宣伝をさせていただきたいと思います。 はい、えーまあ、この皆さんもひょっとしたらお持ちかもしれませんが、えーまあ、紙でお持ちの方もそしてデータをご覧になれる方はあのデジタルパンフレットで見ていただきたいんですが、えー、シャロ子試,試験、いよいよ直前期に入ってまいります。はいということで、えー、この直前対策のですねあのパンフレットの中で私が担当します道場を説明させていただきたいなというふうに思います。はいい、まあの問いながら 結構今回ちょっと担当すする関係でですね、えーまあ、今ちょうど私がこれ、えー、収録をしておりますのは4月の中旬ということで、えー、もう間もなく4月の下旬からスタートするもの、まあ、今もう 10, 10日後ぐらいにスタートするものもありますので、えー、若干ちょっと私早口になっていますが <laughs>、えー、差し迫っております。はいえー、ということで、あのーまあ、一人でも多くの方が、あのー、これをです、ね、知って、えー、もうまさに自分のための講座じゃんということで、えー、感じていただいたらですねぜひ、あのー お申し込みいただいて一緒に頑張りましょうということでこれを実施しております。はい。さて、えー、ということでまあ、道場のですねあのまあ、これからプロモをさせていただきたいんですがその前にまああのこれも本当に最近ですけれども。 皆さんもそろそろこれを手にされてる方も多いかなと思うんですが、えー、受験案内ですね、はいまあ、いわゆるあの受験案内が官報に公表されましてですねということはあの5月の末までに、まあ、申し込みが。えー これを持ってですね、可能になるということで、まあ今年の試験についてはですね、えー、皆さんももう既にご存知だと思うんですが、えー、選択式と卓一式、去年まで五年間ですね、えー、午前が卓一、そしてえ午後が選択という並び順だったんですけども、それが逆になったわけなんですね。はい。まあということで午前が選択式ですか。ら去年よりも少しあの開始時間が遅まるわけなんですね。着席時着席時間も去年より一時間遅いです。 はい、えー、まああの あの何でしょう試験を受けるのにですね、まあ、朝が弱いとか言ってられないんですけれども、まあ、本当に朝が弱い方からすると1時間の差でもですね非常に大きいんじゃないかなというふうに思います。で逆にですね午後に長時間のですね択一式が回りましたから、まあ、あの午後やっぱりまあ試験当日ですから当然あの緊張感はあるんですけれどもやっぱりだんだん試験に慣れてくるというのも要素としてあると思うんですね。ですので午後の少し慣れてきた時に長時間、まあ、まさか眠たくはならないと思うんですけれども頭の働きがと 鈍くくなったたりり集中力が欠如してきたりととといいいうのははよくあることだと思います、はい、ですのでこの並び順の変更は去年を経験されている人の方がむしろ注意をしていただきたいかなとお入念なですねシミュレーションをしていただいて、えー、当日臨むべきだなというふうにあの私も感じましたので、えー、皆さんしっかりとねあの頭に入れていただきたいというふうに思います。はい、まあ、そんな まあこの受験案内がです、ねえー、手元にこう来るようなタイミングになりますとです、ねえー、非常にこう試験も近づいてきたなということで私も一段二段ギア,ギアが、ねえー、上がる感覚がありますけど、はいえー、そんなちょっとです、ね、私からあの皆さんに一問簡単なというかです、ねえー、何だろうというようなちょっと問題を出させてもらってもいいでしょうか。はい、皆さんこの数字 ですね。二十八点六パーセント。これが何を意味するかわかりますでしょうか。はい。二十八点六パーセントなんなんでしょうね。はい、えー。これをですね、ちょっと紐解いていこうかなというふうに思います。先ほどちらっと映したこの受験案内のですね、二ページにまあ。 こ,こ別に皆さん持ってなくてもいいですけれども、要するにあのシャロシ試験のですね、えー、出題科目が書かれているわけなんですが、はいえー、ご存知のとおり、労働基準法からですね国民年金法まで、で社労試験の出題形式は、えー、今年だと選択式が午前中、午後が択一式ということで、えー、午前が選択午後が択一ということで、ですねべ、えー、ての科目を対象に、選択択一と2つの形式に分かれると。社労試験の特徴としてはですね、えー えー、基準点というのが全ての科目にあるということが、えー、一つ特徴なんですね。で選択式も8科目全てで基準点が択一も7科目全てで基準点が設定されております。はいで今話したいのはそんなことではなくてですねっ、えー、っててなのかいいう話ですはい、それは年金なんですね。厚生年年金金と国民年金の 卓別はトータルで七十問あるわけなんですが、七十問トータル七十問のうち年金二科目が占める割合ですね。はい、えー、年金二科目、国厚生年金も国民年金もともにですね十問フルで出題されると、はいということで、えー、トータル七十問のうち二十問が国民年金と厚生年金年金で占められるわけです。はい、七十分の二十、そうそれが二十八点六パーセント。 の正体なんですねはい、まあ、もちろんあのまずあの科目ごとに基準点が存在するわけですから基準点をまずクリアすることこれがねなまずそこをクリアしてなんぼですよねはい、えー、これをクリアしてでそうすると次は、えー、あこれ今択一の話をですねしていますけれども。 卓一な話をしていますがまずは基準点をクリアするですので国民年金も厚生年金も10点中のですね、えー、4以上を確実にクリアしていく必要があるわけですはいあこれ上向きの矢印ですねはい、えー、4以上をキープしていく必要があるとそして次はトータルの点数なわけなんですがまあ、卓一はトータルの点数が70点なわけですねはい、えー、70点 で、えー、昨年は45点でで合格でした、まあ、昨年、えー、から3年間連続でそうかなはい、えー、この5年で見るとですね45から46なわけですよね。はい,45から46、はい、っていう、まあ、トータルの点数も当然意識しなければならないということを考えると70分の20全体の28.6%を占める年金の重要度の高さというのは非常にあるのかなというふうに思うんですね。 レックだとですね5月から模擬試験がスタートするわけです。 他校でもも早けれれば5月かもしれませんね、えー、遅いと6月からのスタートになるのかなというところです。ならばやっぱり皆さん4月そして5月の中旬まで何をしなければならないのかというとお苦手科目をまずやっつけるのはもちろんのことですね得意科目を見つけて牽引できる科目をですね育てていくというのも一つ側面としてあると思います。私最近のの試験ははは年年金金そういうういいい位置づけだとと思ってます ねえー、苦手にしちゃいけないのは当たり前なんですけどもむ,ちむしろ年金をですね、えー、得意にする必要があるかなと年金という分野を、はい、得意にしたいんですというのが私のこの数年のですね試験を見ててのですね一番感じることなんですねはい、えー、まさに、えー、そんな道場ですね、えー、私やるんです。 はいえーまあ、それがちょうどお4月の下旬からスタートするものなんですね、えー、年金テーマ別特訓。 そしてまああの若干ちょっと復習も追いついてない方のためにですね、えー、まあこのクーラー穴埋め復習道場おという二つをですねあのー、今日は特にまあ要は日が差し迫ってきたですね直前道場のおまあ私も今回いくつものあの道場を担当しますけれども、えー、この中でも、えー、その差し迫ったものについてちょっとご紹介していこうかなというふうに思いますもしあのパンフレットをお持ちの方二十、えー、失礼、三十 9ページです、ね、まあ一応あの今日はちょっと話の中で出てこないんですけども8月にある道場についてはフルパックということで、まあ、フルパックといっても2つしかないですけども2つのものを組み合わせるというようなものもどうでしょうということ。 でこのパックに入ってないですね8月実施のものもあったりします、えー、それが43ページの選択式の30代要素ですね、えー、これはパックには入っていませんので、えー、ご了承いただきたいなというふうに思いますそして今日お話ししたいのはですね2つです、えー、1つがどっちから先に行きましょうかね、えー、復習道場の方から行きましょうか、えー、40ページはい、クーラーな飴復習道場 年金編編そして一般常識とということで、まあ、実はこれに先駆けて、えー、労働基準法そして労災保険、えー、雇用保険健康保険この4つに関してはですねすでにもう年末年始に生の道場は実施いたしましたですので、まあ、もし興味を持ってですね、えー、お買い上げいただくのであれば、まあ、これはもう通信のみということで、まあ、そこだけちょっとご了承いただきたいところでございますはい、えー、で、まあ、今回年金と一般常識ですね はいにつきましては、えー、ゴールデンウィーク4月の29日のお、ま、祝日金曜日、そして5月の3日祝日火曜日、どちらもお9時半から、えー、15時半までということで、えーまあ、いわゆる午前コマとお午後お1のコマ2コマを使って、ですね、えー、2日間でまとめ上げるということですね、まあ科目にして4つ分がまとまるわけですね、国民年金、厚生年金、そして、えー、労働の一般常識、社会保険の一般常識と。 はいいうことで結構シャド試験でも鍵を握るですね2つの分野年金と一般常識を2日間で見ていきたいというふうに思います。はいいで講座の狙いということでテーマごとに基本レベルの空欄問題と難問レベルの選択式問題と、えー、いうことなんですけれども、えー、その年末年始にすでに労働基準法はやりましたという話なんですけれども。 まあこれひょっとしたらこれからね申し込まれる方がえいた時にいいね <laughs> あのいや答え見せないでくれってなっちゃうかもしれませんのでちょっとじゃあ遠巻きに移したいなというふうに思いますけども ししままっっったた逆に寄ってしまったはい、まあ、こんな感じで、えー、空欄穴埋め、えー、で自分でこう書き込んでいく答えをですねでこれは私も皆さんと一緒に解きながら現場でですね、えー、現場でとか教室で、えー、実際に一緒にこう空欄を埋めたものなんですけれども、まあ、こんな感じで進んでいきます。これはは、ね、非常にあの基本レベルの問題です、はい えー、基本レベルの問題です解雇とは、ね、使用者側の一方的な意思表示による労働契約の解約のことですよと使用者って入れるだけですから難しくはないですね。という基本レベルの空欄問題が、まあえー、全部で10問前後一テーマについてあって、はい、これ今労働契約っていうですね一つのテーマテーマがね10個あるんです。 1>, 1つの科目の中に10テーマあってでその中身がですね基本レベルの空欄問題記述で書き入れていく問題とあと選択式問題ということで、まあ、実際の試験は5択問題ですけれども3択。 ねえー、少しちょっと気楽に解いていただくあ5択じゃないや、えー、実際の試験は、えー、クーラー5つに20択ですので、えーまあ、実質4択ですけれども、まあ、4択ではなくて3択ですね、えー、3択で、えー、皆さんにこう問題を解いていただこうという内容になっております。はい、でこれはやや少し問題のレベルを上げていて、えーまあ、簡単にですね3点満点は取らせないぞということで、まあ、1テーマで およそ10問のおー空欄問題記述問題とおーそして空欄3つ分3択のお選択式の問題とでこれが、えー、難問レベルのお設定になっていると。えー、っていうのが、まあ、見開き要は1ページで、えー、1テーマが完結するようにして、まあ、例えば労働基準法だとお労働契約一労働契約2、えー、そして、えー、賃金労働時間 えー、でそれが123個ぐらいあって、えー、7年中休暇みたいな感じでまあ,あの要するに。 なんでしょうね。一つのテーマで必ず見開き一ページではなくて、例えば労働時間休憩休日労働基準法で言えばそれが非常に重要なわけですよね。例えばそういうものに関しては、えー、見開き二ページ三ページ分になったりするような、まあ少しその実際の試験での重要度試験出題頻度、えー、に合わせて、えー、若干そのあたりの配分は変えております。そのあたりね一応私あ、えー、の考えてなさそうで考えてますので、<laughs> はい、えー、っていうような感じ、えー。ただまあちょっと私の頭の中に今じゃすべての科目のですねあのテーマが十個全部 言えるかって言ったらちょっと到底言えませんので、えー、まあそういう風うにわあの何うんでしょうね、区分けして、えー、ちゃんと配分を考えているとおいうこと。まあ記憶に私の中でその新しいですね。<laughs> えー、まあ私がちょっとレジュメをもちろん作ってますので、えー、最近だったの社会保険の一般常識を作ってまして、まああの最近の試験だとあの介護保険とお社労司法おというのがまあ非常に出題頻度も高いし、やっぱり受験生私たちを悩ませる要素にもなっていますので、えー、その二つ介護保険とお社労司法 は、えー、テーマをですねあの要するに見開き2ページ分両方取っているということそしてあの繊維保険とか児童手当とかまあ児童手当なんかよく試験でも出るんですけれどもただまあ全体の結局範囲が狭いので、まあ、繊維保険と児童手当はもう一緒にして、えー、見開き1ページに収めているとかですね若干その配分は考えていますでも最終的にテーマが10個になるようにしていると、まあ、いうことでまあ見開き1ページで全部収まるわけですから皆さんもおそれこそ復習が 進むんじゃなないかなとで空欄に自分で書いたりしますからやっぱりこう分かってるところと分かってないところっていうのが、まあ、明確になりますしそういう意味では非常にいい使い勝手のいい,いい講座ではないかなと私自身も年末年始で一度やってるわけなのであのかなりこう時間的にもう次々っていかないと間に合わない結構のんびりできないんですねあの講座ではあるんですけどもでも皆さんの何でしょうねこう、えー、評判も上々の講座となっております。はい さて、えーまあ、このそうです、ね、クーラーの雨復習道場に関してはです、ね、私もパンフレットで入れたんですけれども、えー、こんな人におすすめと。 いうことで、まあ、もちろん、あの、二日間で、あの、二日間、まあ、両方二コマで、え四科目終わりますという話なので。逆に言うと、一科目、一コマ、二時間半で完結するというところが。この、講座の一つ売りなんですね。はい。で、しかも、テーマ一からテーマ二十まで、要するに。テーマ的に全く触れないっていうものはなしにしようと、お、いうコンセプトで、作ってますので。はい。まあ、あの、網羅的に科目の全体がおさらいできると。お。 いうことも言えるかと思います。あの労働の一般常識なんて20個以上ですね法律が入っているわけなんですよね。はい。えー、でまあすべての法律ってわけじゃ実はないんですけれども、えっ、ー、とね21個ですかね。23個中のお23個の法律のうちの21個については、えー、全部で、ね、10テーマに収まるように入れました。だから例えば雇用対策法と職業安定法はセットでテーマ1でテーマの2が派遣法。 おーで,す、ねでえー、テーマ3が障害者雇用促進法と高年齢者雇用安定法をセットにしたものにしたとかですね、まあ、ちょっとこう似たような法律は組み合わせながら、えーまあ、10個に収めるのは結構大変だなというのは <laughs> 私も思いましたけれども、はいまあ、そこだけはちょっとルーチンということで刺繍してですね、はいえー、全体的に網羅的におさらいができるような講座にいたしました。 そしてあの基本レベルの問題もあるわけですから、えー、小学者で復習に自信のないいいい人もお使ただけると思います、はいえー。例えば短期集中講座の方そ、えー、まあその後まあの労働基準法や労災雇用憲法に関してはこれ通信のみの受講ということになって大変申し訳ないんですけれどもお、まあ、通信で,です、ね、こ,うこれをやっていただくということも非常にやりや,すやりやすいんじゃないかなというふうに思います。はい。 さてと、えー、ということでもう一つうではあのプロモーションを続けたいと思うんですけども、えー、これも、ですねあのこっちのほうがむしろ1回目は早いのかはい、えー、パンフレットをお持ちの方42ページですね。はい あの私がの日曜日の夕方にですね、えー、今すでに持っている「特典力アップ特訓ゼミ」まあ、これを何でしょうテレビドラマでいうとスピンオフって言いますかねはいまあ、一応パンフェクトにもスピンオフとあの書いたんですけれども、えーまあ、本当だったらこうおバラ売りはですねしていないというのがあの原則なんですけれども、まあ、今回この「道場のお」でということで、えー、年金 に関してはもともと年金テーマ別特訓というのを3回、えー、全体のゼミの中に入れてたんですが、えー、その年金テーマ別特訓の3回については、えー、バラ売り出します。はいえー、ということで皆さんもですねこの特訓ゼミを普段受けてないというですね、えー、皆さんも4月の24日そして5月の8日 えー、そして5月の15日すべて日曜日夕方の3時間ですね、えー、シャロシナの講座2時間半が多いですのでそれに慣れてる方は注意してください、えー、3時間で、えー、やりたいというふうに思います、はいえー、でこの年金テーマ別特訓で全3回なわけなんですけども、えー、じゃあそれぞれ何をやるのかということで、えーまあ、この内容のところなんですけども、はいまあ、そ,れその3回というのは1回目が非保険者標準報酬 そして第2回目が給付そして第3回目が通則保険料等というふうに3つのテーマに分けましたとで演習形式で戦略的に回答力を養いますとでこの講座圧倒的に他と違うことがありましてそれがその後のところなんですけどそれは蒲島講師私がですね皆さんを指名します。 この問題はということで、えー、もう実際にじゃあ、ちょっと例えばですねっていう感じで、まあ、これ、えー、昨年のですねあの、レジュメなんですが、えーと、まあ、これが一番最初なんですけれども、一問一答、丸抜形式ということで、えー、あこれ、ごめんなさい、これ、回答か、失礼しました、問題のね、えー、ところ、例えば問題をこう解いていただきます。 え問題を解いていただいてって解いていくのはそ一問一問ですね一緒に解きます、あのーね、こう10問20問ですね、あのー、じゃあ時間何分でまとめてやってくださいじゃなくて一問一問一緒に読み上げます読んで、えー、答えを出していくと、えー、でこれ読んで「えー、丸××」っていうのをおじゃあどっちですかっていうところから当てます、はいえー、問題を一緒に読んで「えー、じゃあなんとかさんどうですか?」と。 答えますでもし答えが×とかだったら、えー、じゃあ×、えー、罰ですかとどこが×ですかみたいな話になるわけですね。はいえー、どこが誤ってますかと 実誤りはねもう一箇所あるんですなんていう話をしながらですねえこう掛け合いで進んでまいります、はいえー、じゃあもし問題一緒にこう読んでてですね答えが丸だったらどうかとお答えが丸だったらどうかって言ってえー丸って言ってその通り正しいで終わるような感じがするじゃないですかそんなことないです、えー、さらにそこから私は掘り下げていきますので、はいえー、じゃあこれはここはこうなってるけどじゃあえーこのなどって ってていう言葉には何が含まれてまれすすかとかとですね例えばはい、えー、例えばこれと似たような話って、えー、どっかにありませんでしたっけそれなんですかとかですね非常にあのちょっと抽象的な <laughs> 漠然とした、えー、質問もあったりしますけれども、えー、そういう,う少しちょっと掘り下げてい、えー、くようなですねまあ、問答をできればなというふうに思ってます。まあ、それがあのそもそもこの特訓ゼミの売りなのではい、まあ、それをですねちょっと体感していただければというふうに思います。えー まあこの特訓ゼミ自体は2年目を迎えてですね、まあ、あの去年なんかあの副題で「スパルタゼミ」なんていうふうに歌ってたんですけどもただなんか私の性格上ですねあまりスパルタ的にできなくてですねあの例えば間違えた時に「えー、なんで間違えてんだ」とかですね、まあ、本当だったら言,う言ってもいいかもしれないんですけどもなんとなくそういうキャラじゃなくてですね、えー、ちょっと若干優しく終わってしまうというところが一つ難点ではありますがはいまあ あのー、でもね当てられるの嫌じゃないですか皆さんね、えー、私だってあの正直、えー、当てられるって分かってて申し込むかなって言ったらですね非常に微妙です、はい、ただですね私これやってみて思ったんですけどもお結構当て,られ当てられたい人が多いというとちょっと語弊がありますけれども、あのー、何でしょうねみんな結構その積極的に講座をかい、あのー、何でしょうね、えー、講座をこう自分の方で活用したいと。 いいう人が多いんだなとそういうふうに積極的に、まあ、能動的にと言った方がいいかもしれないんですけど決して受け身ではなくて自分からその講座を活用する同じお金払ってるんだったら積極的に受けて積極的に講師に質問してもうそっちの方が得じゃないかというふうにですねぜひとも考えていただいて、えー、同じ時間をですね緊張感を持って、えー、臨めるわけですのであのそこは非常に前向きに捉えていただいて、えー、ぜひともですねこうあの特訓攻めをです、ねえー、体感していただいて。 いただきたいなというふうに思うんです。はい。えー、で、これもちろんあの通信でもですね、えー、申し込むことができます。まあそういう意味では、えー、臨場感をですね楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい。まあただ通信で申し込むとあのどう考えても私が当てるということができませんので、まあそこだけはちょっとねあの臨場感に欠けるかなと思いますけど、まあ逆にだからこそおね例えばじゃあ田中さんという人が当てられているならばですね田中さんになりきって、えー、あの答えていただきたいわけですよ。はい。 家の中でね多少ブツブツ言ってて家族に心配されてもねあのいいじゃないですかと <laughs> <laughs>、えー、いうのも大変な,な話ですけど、はい、あのっていうぐらいにい、まあ、少し何んでしょうちょっとエンターテインメント性を持たせながらですね、えー、やっていくとおで、まあ、このテーマ別特訓というのはあの昨年の特訓ゼミにも入れてたんですけれども、まあ、やっぱり去年の,その試験も見てやっぱり思いました。まあ、先ほども申し上げたよううに年金というのは あの基準点ギリギリでしのいでどうこうではなくてここ数年の試験を見てるとあの労災や雇用そして去年なんか憲法も難しかったわけですよ。と、はい、いうことを考えると年年金なんんて優しいんですよねこの数年むしろ年金で高得点取らないと456点届かないんですよ。はい、だから私この副題をつけたんですね。 年金をむしろ得意にする最終兵器だとおむしろ得意科目にすべく対策を立てる必要があるんじゃないのかなと、えー、いうことで、えー、テーマ別特訓を実施,しており、えー、実施することにしたんですね。はい えーまあ、薄々うすうす去年の,その特訓ゼミスタートのときからですね年金でやっぱりこうん引しなければいけないと思っていてで去年の試験でやはり確信したというところです。まあ、今年ももし同じ傾向が続くならば、えー、年金でですね、まあ、トータル卓越で20点ですけれども、えー、トータルでやはり15点以上をですね、えー、取っていかないと全体を確実に牽引することは難しいと、はいえー、いうことでですね、まあ、年金というのは。 もはや苦手にしないではなくて得意にしなければならない科目ではないかというです、ね、私からの提言です。はいまあ、ということでこのテーマ別特訓ですねでもって4月5月ここで不安を払拭して えー、レックですと5月の最終週に模擬試験がありますので、まあ、そこにぜひ、ねあのー、気持ちいいよく臨んでいただければいいかなという思いで、えーまあ、今回この、えー、道場をスピンオフー独立させることにいたしました。はいさえー、ということでですね、まあ、これがまああの直近の,その4月5月ぐらいで実施するものということで、まあえー、少しこうご説明をしていきました。はい まあのこの年金のテーマ別特訓う、まあ、皆さんにとって一番最初もう迫っておりますけれども第1回目第1回目ですとおーテーマが非保険者標準報酬ですね。 はいまあ、標準報酬については健康保険との当然共通点もあります、えー、でもありますので、まあ、当然しっかりやっていただくそして被保険者の方は国民年金厚生年金、まあ、特に厚生年金は今回ですね被、えー、用者の一元化被用者年金の一元化があって、えー、厚生年金も国民年金と同様に種別制第1号から第4号厚生年金被保険者なんていう呼び直をすることになりましたよね。はい、ということでそこをまずしっかりとお押さえておかないとお 他のテーマに行ってもですね、あの問題が読めなくなってしまうんですね。はい。なんていうまずスタートですので被保険者は非常に重要かなと。 えーいいう,うに思いますあとまあ年金というと皆さん給付のイメージが強いと思うんですけれどもまあこれをね言ってしまうとあのテーマ別特訓で給付をおー2番目でね <laughs> 入れてるのは何なんだって話になってしまうんですがもちろんあのえ先ほど申し上げた年金は得意科目にしなければいけないわけですからどのテーマも高いレベルでえやっぱり抑える必要があるわけなんですが特に年金苦手な方。 年金あんまりこうちょっととっつきづらくてあの点数も伸びないしというふうに考えている方はですね、えー、まあ私もちょっとこの中で、えー、講座の中で多分言っていくんですがあのー、私がですねこのテーマ別特訓をそもそもお、まあ、もう今構想から考えると2年ぐらい前か、えー、2年前にこのテーマ別特訓というのを入れようと思ったのはですね私自身の経験に基づくんですけどもあのやっぱり国民その国民 年金も厚生年金も保険関係の科目ですから当然一番大事なのは給付ということになるんですで,でそうするとなんとなくですねあのですけど非保険者とかそういう通則とかですね届け出とかですね、えー、そっちもまだ固まってないのにやっぱりあの老齢基礎年金をですね老齢厚生年金をですねしっかりやらなきゃいけないってどうしても思ってしまうんですよ。 でも問題解くと難しいじゃないですか。はい。で,で点数取れないんですよ。でそこで考えたわけですよ。お結局例えば届け出のすごい簡単な一問であっても被保険者のものすごい簡単な一問であっても標準報酬のものすごい簡単な一問であっても一点は一点だよなと、えー。どんなに難しい60歳代、ね、前半の老齢厚生年期の問題だってあれも一点だよねっていう話。 はい、つまりどこから点を取っても一点なんですよ、はい、だったら、えー、点数取りやすいところから拾っていくべきと、はいえーまあ、もちろん年金だけの話ではないんですが、えー、年金をです、ね、テーマ別で、えー、特訓する講座を作ろうと思った理由はそこなんですね要するに給付以外のーテーマで点数取れるんですよと。はい でもちろん全体を牽引するそして選択式の可能性もあったらもちろん給付は捨てらんないよねと当たり前ですけどですから給付もテーマの大きな1つとして、はいえー、ですのでこれあの2の給付が中心に見えて、えー、結構ねその勘違いされる方も多いんですけどじゃあ給付だけ出ればいいですかとお全部出る必要ないんですとおおそうじゃない違うということ。 はい、むしろ通則保険料のところにです、ねえー、点数をばかすか、ね、取ることができるドル箱的な部分が含まれているんだということあの高得点取れる人というのは通則を落とさないですというのは私も通常のクラスでもう毎週のように連,連呼していますので、えーね、受講生の方からするとまたかというふうに思,う思いかと思うんですが、はいえー、そういういことなんですよ私も実際そうでした。 やっぱ保険科目のですね通則をまず抑えることそれでね卓一のトータルの点数というのは上がってくるんですはい、えー、まあ,あの先ほど冒頭でですね年金が占める割合卓一は全体のね二十八点六パーセントだという話をしましたけれどももう一回ちょっと 願書を、ねえー、受験案内を移しますが、えー、社労士試験科目労働基準法から始まってますけれども、まあ、労働基準法労働安全衛生法そして、えー、一般常識ですね労働の一般常識このみ、まあまあ、科目といえば3つなのかな、はいえー、これだけなんですよねその保険が関わらない部分はその他労災保険も雇用保険も社会保険の一般常識も健康保険も厚生年金も国民年金も全て保険なんですよ。 はいですから、えー、非保険者の概念保険者の概念、えー、そして給付、保険料そして通則、届け出こういった項目というのは保険関係の科目に共通する話なんですよはいですのでそこの癖というかですねあ,あのー、こっちの科目だとこうでこっちの科目は考え方が違うんだなとかですねそういうふうに全体でどこまで考えられるのか、えー、というところを突き詰めるのも一通りの科目のインプットが終わった今だからこそではないでしょうか。 はい、えー、まあレックでいうあの旧スピード講座短期集中合格講座制を除けばですね、えー、もう一通り1度目の,あのインプットは終了しましたはいもう新たなその知識の習得というのは必要はありません頭の中にあるものをいかに整理して得点に結びつけていくのかそれを最大限ですね、えー、突き詰めて考えて模擬試験に臨んでいただければなというふうに思います。はい さて、えー、もうお早いもので30分ぐらいが経過してしまって、えー、私は最初からも30分しか喋りれませんと、えー、言ってましたからもう時間になってしまったわけなんですが、はいえーまあ、ということで、まあ、予想通りというか2つう差し迫ったですね2つのものしか喋れませんでした、えー、また機会が、ね、ありましたら、えー、ちょっと今パンフレット27ページに戻ってますけれどもおそのほか、まあ、特にその8月とかね試験直前期にいやることになります苦手ワードす整理道場ですとか ファイナルチェックですとか模試解説そしてあ模試解説は。 えー、5月6月とかにもねありますあー今日そこまで本当はね話すればよかったかも、えー、知れませんもしよかったらあのガイダンスにいい足を運んで、えー、まあ池袋に私いい週5ぐらいに渡っていますんではいでもしよかったらあの来ていただければなというふうに思いますはい、えー、そしてあと大胆要素選択の30台これらも8月に実施するかばしま直前道場もう本当に超直前のね、えー、ものになりますけど道場については、えー、また改めて、えー、動画であの プロモーションがねできればなというふうに思っております。はい、えー、ということで。 はいえー、まずはあの差し迫ったものだけです、ねえー、皆さんにご説明をさせていただきました、はいまあ、あの結局ですね、えー、それがご自身にとって必要なものなのかそうじゃないのかというのはもちろんしっかりジャッジをしてください、はい、で果たして自分には必要なのかどうなのかそれがちょっといまいちわからないということであれば、えー、もちろんあの一番ベストは池袋に来て私に聞いていただくのが一番いいんですけども、まあ、しもしそれが難しければ、えー、普段通われているう校舎、えーの,まああのスタッフのもの であったり講師に遠慮なく聞いてねいただきたいと思いますはい、えー、同じお金払ってるんですから、えー、活用しないと損ですよはい、ということで、えー、これからねぜひ試験が近づくにつれて日々能動的なですね、えー、受,講受講生受験生にね、えー、皆さんがなっていただければというふうに思っておりますはい、えー、ということで、えー、プロモーションは以上です皆さんどうもありがとうございました